本日はカリフォルニア州のワインについて解説を行っていきます。太平洋岸のノースコーストからセントラルコーストにかけて、ナパやソノマを筆頭に高品質のワイン産地が集中しており、年間生産量5000ケース以下の小規模な生産者が多いです。一方、セントラルバレーで栽培されるブドウからは、世界的巨大ワインブランドの多くが作られています。現在州内には5900を超えるワイナリーがあり、アメリカのワイン総生産量の約 80% を占める産地です。また、カリフォルニアワインの国内小売金額は約548億ドル、アメリカの全ワイン輸出量の 90% を占めています。温暖な地中海性気候から生まれる重厚なカベルネソーヴィニョンがカリフォルニアワインの筆頭とされてきましたが、近年は冷涼な産地で生まれるピノノワールやシャルドネの評価も高まっています。3000メートルから4000メートル級のシェラ・ネバダ山脈と太平洋岸を北から南へ流れるカリフォルニア海流の水温の影響で、海に近いほど冷涼、内陸に行くほど暑く乾燥した気候になります。海岸山脈とシェラ・ネバダ山脈の間にある広大な農業地帯であるセントラルバレーは非常に乾燥していて、夏は気温が40度にまで達します。現在アメリカのほとんどの州でワインが作られており、総生産量も拡大しています。アメリカ国内でのワイン消費量についても、伝統的生産国が減少傾向である中増加傾向で、ワイン市場は明るいです。そのため本試験の出題構成も上がっていますので、しっかりと対策していきましょう。AVA の地理的関係を問われる問題が多いですので、そのあたりも図表を使いながら超わかりやすく解説していきます。春吉のお店でもオンリストしているおすすめのアメリカワイン、概要欄に貼っておきますので、ぜひポチってお試しください。18世紀後半、フランシスコ修道会がメキシコから北上し、先住民の改宗を進めるために、太平洋岸地域に21の伝道所を築きました。この時にもたらされたブドウはミッション種と呼ばれ、伝道所からカリフォルニア各地に伝播しました。ミッション種は DNA 解析の結果、アルゼンチンのクリオージャチカ、チリのパイス種と同一品種で、スペインのリスタンプリエートに遡るとされています。19世紀後半、西部はゴールドラッシュによる人口の急増でワイン需要が拡大しました。またこの頃フィロキセラ被害がソノマで最初に発生し、その後ラブルスカ系を代議にした継ぎ木苗の開発が進みました。1920年、禁酒法の制定が行われ、これによりワイン産業は大打撃を受けました。禁酒法時代を生き抜いた一握りの生産者たちは、ワインインスティテュートやカリフォルニア大学、デイビス校と共同し、再び高品質ワイン作りを目指しました。1966年、近代カリフォルニアワインの父と呼ばれるロバート・モンダビが、カリフォルニアで世界的高品質ワインを作るため、オークビルにワイナリーを設立しました。1976年、パリテイスティングで、カリフォルニアのワインがフランスのワインより優れているという審判が下り、国際的認知を得ると同時に、フランスの生産者が他の国のワインに関心を持ち、栽培、醸造技術に関する情報交換が行われ、世界的にワインの品質を高めるきっかけとなりました。1983年、ナパで新種のフィロキセラが発見され、多くの畑で植え替えが余儀なくされました。フィロキセラは体長 1,2 ミリほどの小さい虫です。こいつがブドウの木の根や葉の部分に寄生して、木全体をダメにしちゃうんですね。1864年頃にヨーロッパに侵入してきました。この頃はヨーロッパ中の畑の3分の1を枯死させるという甚大な被害をもたらしました。2000年代に入ると、ロバート・パーカーらの影響で、エレガント、ナチュラル、バランスがいい、料理に寄り添うといったヨーロッパ的なスタイルのワインを志向する生産者が増えていきました。カリフォルニアワインに関しては、2003年にワインインスティテュートと現在のカリフォルニアサスティナブルワイングローイングアライアンスの共同により、サスティナブルワイングローイングプログラムが開発されました。このプログラムは、健全なブドウ栽培とワイン作りが長期的に継続可能となり、品質が高められていくように、ブドウ栽培者、ワイナリーにサスティナブルなブドウ栽培とワイン作りに関する教育を与えることを目的としています。
現在カリフォルニアで運用されている主なサスティナブル認証制度と取り組みは図の通りです。特に大きいものはサーティファイドカリフォルニアサスティナブルワイングローイングで、2021年現在全ブドウ畑の 33% に相当する約8万2900ヘクタールのブドウ畑とワイナリーがこの制度の下で認証されています。白ブドウの主要品種はシャルドネ、フレンチコロンバール、ピノグリ、ソービニョンブラン、マスカットオブアレキサンドリア。フレンチコロンバールはフランスコニャック地方原産で、主に大量生産型の白ワインとスパークリングワインの原料となります。主要黒ブドウ品種はカベルネソーベニョン、ピノノワール、ジンファンデル、メルロ、シラー、プティシラー、ルビーレッド。ジンファンデルはイタリア南部のプーリア州で生産される黒ブドウ品種です。プティシラーはアメリカ及び南米で栽培されている色が濃くタンニンの強いワインを作る黒ブドウ品種です。以前はポルトタイプの主成強化ワインに使われていましたが、近年はジンファンデルなどにブレンドされることが多い品種です。1789年以来、種類の製造と徴税に関する法律はアメリカ財務省の管轄下にあります。1933年に禁酒法が撤廃された後、1935年に再び種類の製造と税制に関する法律が規定されました。1978年の法改定により、アペラシオンの規定を含む現在のワイン法の原型が形成されました。2003年より TTB がワインの製造方法を規定し、品質を管理しています。産地を表記する場合の使用規定について、州 75% 以上、カウンティー 75% 以上、 AVA85% 以上、畑 95% 以上です。産地を表示する場合の使用規定について、アメリカ全土の規定とカリフォルニア州の規定は微妙に異なるのでチェックしておきましょう。 AVA は米国政府認定ブドウ栽培地域のことです。ヨーロッパのワイン法を学んだ後だと間違いやすいポイントなので注意が必要です。 AVA はヨーロッパのワイン法のようにブドウ品種や栽培、醸造方法などを規定するものではなく、一定の地理的、気候的なブドウ栽培条件を持つとみなすエリアの境界を規定するものです。現在のところアメリカのワイン法に格付けは存在しないので、 AVA 間に優劣はありません。しかし近年ではより小規模で特殊な地理的、気候的条件を持った地区の存在が明らかになるにつれて、既存の AVA の中に新しく小規模な AVA が認定されるといった傾向にあります。ノースコースト AVA はサンフランシスコ湾より北の太平洋岸のナパ、ソノマ、メンドシーノなどのカウンティを包括する広域の AVA で、次の主要な AVA を含みます。ナパカウンティのほとんどの部分はナパバレーに含まれます。ナパバレーは結出した品質のカベルネソーベニョンが世界的にも高い評価を受けていますが、生産量はカリフォルニア全体の約 4% 程度です。ナパバレー AVA 内には現在16のサブリージョンがあります。サイルスバレー、ハウエルマウンテン、カリストガ、ダイヤモンドマウンテンディストリクト、スプリングマウンテンディストリクト、セントヘレナ、ラザフォード、オークビル、スタックスリープディストリクト、ヨントビル、オークノールディストリクト、マウントビーダー、ロスカーネロス、アトラスピーク、クームズビル、ワイルドホースバレー。カリストガはナパバレーの北端に位置し、サンパブロ湾からの影響が少なく、夏の日中最高気温は38度を超えることもあります。セントヘルナは西側の山に守られて、霧や涼風の影響が薄れるため温暖な気候です。ラザフォードはラザフォードダストと呼ばれる独特の風味を備えたワインを生むテロワールが特徴です。ナパバレーの中で最も日照量の多い地区です。オークビルはナパバレーの中心に位置しています。温暖ながらも夜間と早朝に出る霧の影響を強く受け、酸味のしっかりとした高品質なカベルネソーベニョンが生み出されます。スタックスリープディストリクトは日中の日照量が高く、ブドウを熟させ
夕方はサンパブロ湾からの涼風によって気温が下がるため、内陸の AVA に比べてエレガントなワインを生みます。ヨーントビルはサンパブロ湾からの寒流由来の冷風が吹き込み、夏でも夜間はかなり涼しくなる比較的冷涼な産地です。生み出されるワインはスミレのようなアロマが特徴のエレガントで優雅な味わいが特徴です。マウントビーダーはマヤカマス山脈に位置する産地です。高標高に位置しているため、日中は比較的涼しく、夜間は比較的暖かいのが特徴です。傾斜が30度に達する場所もあり、十分な日照を確保することができ、濃縮感のある果実味の強いワインが生み出されます。クームズビルは2011年に認定された新しい AVA、かつビニフェラ種が最初に植えられた歴史ある産地です。ロスカーネロスは、半分はソノマカウンティに含まれるナパバレーで最もサンパブロ湾に近い南端の冷涼な産地です。ソノマカウンティはナパカウンティの2倍以上のエリアで、そこに大小のバレーや多くの丘陵地帯が広がります。ソノマカウンティにはノーザンソノマ、ソノマバレー、ソノマコーストの3つの広域 AVA があり、その中に現在19のサブリージョンがあります。ロスカーネロス、ムーンマウンテンディストリクト、ソノマバレー、ソノママウンテン、ベネットバレー、パインマウンテンクローバーディルピーク、アレクサンダーバレー、ナイツバレー、チョークヒル、ドライクリークバレー、ロックパイル、ロシアンリバーバレー、グリーンバレーオブロシアンリバーバレー、ソノマコースト、フォートロスシービュー、ノーザンソノマ、ファウンテングローブディストリクト、ペタルマギャップ、ウエストソノマコースト。ロックパイルはメンドシーノカウンティとの境界線にかけて広がる北端に位置する AVA です。フォートロスシービューは太平洋岸の北部に広がり、ウエストソノマコーストの典型的なテロワールを持つ産地で、2012年1月に新設された AVA です。ロシアンリバーバレーはカリフォルニアワインを代表する銘柄です。サンパブロ湾から吹き込む霧の影響を強く受け、この地域はカリフォルニアの AVA の中でも非常に冷涼な地域となります。そのためブドウ品種はピノノワールやシャルドネなどのブルゴーニュ系品種が栽培されています。チョークヒルは比較的温暖な気候と石灰質を含む白い火山灰土壌が他の地域と異なる特徴をワインに与えています。アレクサンダーバレーはナパバレーと並ぶ高品質カベルネソーヴィニョンの産地で、シャルドネも定評があります。ペタルマギャップは2018年1月に新設された AVA です。もともとソノマコースト AVA の広大なワイン産地の一部でしたが、その中の小区域として成立しました。ウエストソノマコーストは2022年 AVA 認定された最新の AVA です。西側の太平洋岸に位置し、その冷涼な気候と独自のテロワールをもとに、高品質なピノノワールやシャルドネなどを栽培しています。本試験で出題されている傾向として多いものは、ナパバレーに属する AVA はどれか、ソノマバレーに属する AVA はどれかのような問いが基本で、ナパとソノマについてはもう少し深掘りされて、2018年に新設されたソノマカウンティの AVA はどれか、こんな感じの問題も問われています。ノースコーストの残りのカウンティで、メンドシーノカウンティ、ソラノカウンティ、レイクカウンティ、マリンカウンティがあります。広域の AVA では、セントラルコースト、シエラフットヒルズ、インランドバレーズ、サザンカリフォルニアとありますが、危険対策としては、広域 AVA の中にある小規模 AVA の地理的関係性を抑えていければ十分通用しますので、この部分についてこれから列挙して読み上げますので、何度か繰り返し確認してみてください。メンドシーノカウンティは産地が多く、総面積の 60% を森林に覆われています。初期のイタリア移民によって植えられたレッドウッドの森がこの地域の特徴です。メンドシーノカウンティには現在12のサブリージョンがあります。メンドシーノ、アンダーソンバレー、コールランチ、マクダウェルバレー、メンドシーノリッジ、ポッターバレー、レッドウッドバレー、ヨークビルハイランズ、
イーグルピークメンドシーノカウンティ、パインマウンテンクローバーディルピーク、コベロ、ドスリオス。レイクカウンティはもともとナパカウンティ北部とメンドシーノカウンティ南部だった地区を合わせて1861年に新設されたカウンティです。レイクカウンティには現在9つのサブリージョンがあります。ゲノックバレー、ベンモアバレー、クリアレイク、ビッグバレーディストリクトカウンティ、ハイバレー、ケルセイベンチレイクカウンティ、レッドヒルズレイクカウンティ、アッパーレイク、ロングバレーレイクカウンティ。セントラルコーストは南北 400km、東西 40km にある10のカウンティを包括する広大な AVA です。10のカウンティの中にある次の主要なサブリージョンがあります。サンフランシスコカウンティにはサンフランシスコベイ、サンタクルーズカウンティにはサンタクルーズマウンテンズ、アラメダカウンティにはリバモアバレー、サンベニートカウンティにはマウントハーラン、ハビランマウンテンズ、モントレーカウンティにはシャロン、モントレー、サンタルシアハイランズ、アロヨセコ、サンルイスオビスポカウンティにはパソロブレス、サンルイスオビスポコースト、エドナバレー、アローヨグランデバレー、サンタバーバラカウンティにはサンタマリアバレー、サンタイネズバレー、アリソスキャニオン。シエラフットヒルズはシェラネバダ山脈の西側の山麓に点在するブドウ畑の総称で、1840年代から50年代のゴールドラッシュの舞台となったエリアです。シエラフットヒルズ広域 AVA にはフレイサーカウンティ、エルドラドカウンティ、アマドールカウンティ、カラベラスカウンティの4つのカウンティが含まれています。インランドバレーズ広域 AVA にはヨロカウンティ、サクラメントカウンティ、サンホアキンカウンティ、スタニスラウスカウンティ、マデラカウンティ、フレズノカウンティの6つのカウンティが含まれています。サザンカリフォルニア広域 AVA にはベンチュラカウンティ、サンバーナーディーノカウンティ、リバーサイドカウンティ、サンディエゴカウンティ、ロサンゼルスカウンティ、オレンジカウンティの6つのカウンティが含まれています。本日の内容はここまでです。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。